はやとまっはプロレスワールドへようこそ。本日はプロレス界7月28日の出来事について触れてまいります。1970年初来日したテリー・ファンクはアントニオ猪木と初のシングル対決です。試合は60分3本勝負。1本目テリーが猪木からフォールを奪い先取、2本目猪木がテリーから取り返し、3本目はテリーの反則負けとなり 2-1 で猪木の勝利に終わりました。1976年2年7ヶ月ぶりに日本のマットに復帰した上田は木村から IWA 王座を奪取。この日上田対木村のリターンマッチが組まれるも没収試合となり、ベルトは国際プロレス預かりとなりました。2007年のこの日、カールゴッチの命日です。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ごきげんよう。さようなら。